スイトン水流弾の術。この霧の中で俺を倒そうなんざ甘いんだよ。こいつ、この俺が後ろを取られるとはな。ザブザ、お前は俺に勝てないよ。どの口がほざいてやがる。勝てねえのはお前たちの方だ。お前も分かっているんじゃないか。あのガキたちじゃ白の相手は荷が重すぎるってな。奴らには人を殺す覚悟はない。だが白は違う。小さい頃から俺が徹底的にファイティングスキルズを叩き込んだ。血経限界という恐るべき機能を持った戦闘機械では、忍びに感情は不要、必要なものは力のみ。貴様にもあのガキどもにもないものだ。お前はどうした。せっかく俺の背中を取ったんだ、かかってこいよ。まさか今さらおじけづいたってのか。なら俺の方から行かせてもらうぜ。いい反応だ。それくらいはやってもらわねえとな。忍びに感情は不要か。だがザブさん、お前ほどの男なら分かっているはずだ。たとえ忍びだとしても感情をなくし、機械として生きることはできないと。お前もあの少年も人間なんだ。忍び方の七人衆の一人、首切り包丁の使い手モモチザブザ、そしてヒョウトン使いの白、波の国を舞台にこの二人と俺たち第七班は対峙した。ザブザはガトーという雇い主の命を受け、忍びという名の道具として一切の感情を殺し、ただ一心に任務をこなそうとしていた。だが感情を殺すことなどどんな忍びにもできない。それは誰しもが分かっていることだ。当然ザブザ、お前、お前ごときじゃ俺に勝てねえよ。ザブザ、お前ほどの男がガトーに雇われるとはな。所詮忍びは道具だ。俺も白も目的のために今は道具として貴様をぶっ倒す。戦闘開始。これ
目的を達成するまで俺は足を止める気はない。ザブザの猛攻は凄まじいものだった。だが俺には己の迷いを拭い去ろうともがいているようにも見えた。一方ナルトとサスケはもう一人の相手ハクと激突し、その力を前に苦戦を強いられていた。ハクはザブザの道具として、ザブザの望みのために、ただザブザのためだけに、その脅威の力を振るっていた。くそ、強い。このままだと。まだ負けてねえ。俺は諦めねえ。君たちに恨みはありませんが、ザブザさんのためです。ここで消えてもらいます。戦闘開始。こいつだったか。恨まないでください。これも忍びの定め。逃がしません。甘い。甘い。
ザブザさんの邪魔をする者は誰であろうと倒します。ハクは確実にナルトたちを追い詰めていた。サスケは傷つき倒れ、残されたナルトもわずかの体力を残すだけ。ハクの勝利はもう目の前にあった。だがサスケの負傷を目の当たりにしたナルトは気力を振り絞り、再び危機迫るナルトを相手に、ハクはつぶす。この子一体。戦闘開始。いい感じです。やっと。恨まないでください。これも忍びの定め。なんとかなった。で、この子の力は。